マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい。というわけで、まあ、というわけでどういうわけかわかるんないですけども、えー、マスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人、マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ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 チからの88888というね、えー、全く入りませんね、これも <laughs>。 今回もですね、えー、質問箱の質問に答えていきたいと思いますく、今回の質問はこちらです。どでん。憧れの人って誰ですかというご質問です。ありがとうございますく。まあ、マスクドコメディアンファンの方ならもう気になる質問ですよね。えー、<laughs> まあ、えー、憧れの方はいっぱいいてるんですけども、覆面レスラーでしたら、 やっぱり、背の顔を持つ男、ミルマス・カラス選手とか、えー、初代タイガーマスク選手、これはもうむちゃくちゃかっこいい、もう憧れの存在ですね。えー、そして、このお笑い芸人の立場からで言いますと、やはり、バスター・キートンさん。この方はもう個人的にもゃくちゃ、えー、尊敬というか、憧れの存在ですね。 はい。そしてですね、えー、メキシコの覆面レスラーでありました。もう76歳で引退はされてるんですけども、暴走神父ことフライトルメンタ選手。この方がね、もう、個人的にむちゃくちゃ、えー、憧れの存在ですね。えー、まあ、簡単にウィキペイダーで紹介しますと、 少年時代は貧しい家庭で育った反動から飛行に走っていたが、20代の時に更生して司祭になる、えー、神父さんになるわけですね。えー、30代になった頃、教会には昔の自分と同じ境遇にある孤児たちがで溢れ返っていたと。それに困っていた時、テレビでルチャリブレを見たことがきっかけでプロレスの道を歩むようになると。 って有名になるまでプロレスのファイトマネーで個人を運営していたという方なんですけども、もうね、アニメのタイガーマスクの世界ですね。はい。もう、個人を運営していくために、そのルッチャー・リブレ、プロレスラーで、ファイトマネーで個人を運営していくというね、もうむちゃくちゃかっこいいですよね、これ。 もうねなかなかこういうことはできないですよねもうほんまに夢のある話ですねメキシコの覆面レスラーっていうのは覆面かぶってる理由の一つが、えー、本業がやってる方がいてはるんですけどもその副業で覆面レスラーをやってるとで、えー、本業の会社にばれないように覆面をかぶってるという話も聞いたことあるんですけどもまさにその通りですね まあ個人の方は知ってはったのかどうかわかんないですけどももう普段の顔を隠して覆面レスラーとしてリングに上がってそのファイトマネーで自分の個人を運営していくというねもう本当にかっこいいっすよねこれ。でですねあのもう引退してはるんですけどもそのフライトルメンタ選手が運営してた経営してた個人出身 医者のマリオという男性がフライトルメンタジュニアを襲名して、えー、今も活躍中と、えー、このレスラーはレスラーの傍ら弁護士も務めているというねこれまた夢のある話ですよねあまあ、えー、マスク・ド・コメディアンもですねこのフライトルメンタ選手にねえー、見習ってもうい なんか何でもいいんですけど、ほんまになんか社会のために役立てたらいいなと思っております。これ真面目な話なんですけども、なんかね、ボランティア活動とか、えー、もうやっていけたらなという考えもありますね。なかなか、まあ、できないことなんですけども、できないからやらないじゃないすて、できることでもあるんですよね。ちょっとしたことですよね。ちょっとしたことがもう社会の役に。 立ててるっていうこともありますからまたそれがね役しっかりの役に立てたことで自分もの喜びにもなりますからえー、ぜひぜひちょっとねなんかボランティア活動もやっていこうかなと思っておりますくはいまあねうん難しいことですよね本当に人のために、えーまあ、自分の身を犠牲にするって言ったら大,大げさかもわかんないですけども。 なななかなかでできないことですけどもやっぱり、まあ、それも夢のあることでね、えー、お笑い芸人も覆面レスラープロレスラーもやっぱり夢を売る商売なので、えー、なんかちょっとしたことでこう夢を売れたらなと思いますくでまたねそれを見た子どもたちがね、えー、大きくなってまた、えー、マスクとコメディアンみたいなことをやりたいっていう子どもが出てきたらもうこれはこれですごい幸せなことですよね。 はいまあ、今回ちょっとだいぶ真面目な話になっちゃいましたが、えー、フライトルメンタ選手みたいに、えー、社会に役立つ社会のために,になれるうお笑い芸人を目指して、えー、頑張っていこうと思いますくというわけで、えー、今回も えー、質問僕の質問に答えさせていただきました。えー、というわけで「マスク・ド・コメディアン」の覆面ラジオでした。ありがとうございます